というわけで今回はスシローの受け取り寿司を今やったところなんですけど、これからやるところもご紹介してお届けしたいと思います。実際に持ち帰り注文してみましょう、はいはいはい、アプリで。そうですね、アプリをインストールするか、まあ、LINE で登録もできると言ってたんで、まあ、今回はアプリからやってみましょうか。じゃあお持ち帰り注文で現在地から許可、はい、30分かかりますね、お持ち帰りに。で選択する、はい、はい、で商品を選ぶのかな。じゃあ、うん、今日夜食べるやつね。夜食べる、じゃあトロネタ尽くしセットにしよっかな。で受け取り時間を選ぶ、うん、14時45分が最短ですね、はい、であとはじゃあお客様情報入力なので。はい、アプリの会員登録は簡単に終わると思っていた。この後待ち受ける困難をこの時の私はまだ知る由もなかった。スシローのセットの12種のセットをね、はい、今日はテイクアウトして帰ろうかな。選択した商品を見る、カートに進む。時間ですね、15時ですね。はい、ちょっと遅くなっちゃった。遅くなっちゃった。そんな遅くなる？長かったね。長かった。登録が長かったのかな。会員登録がね、うん、長かった。長かったね。ご注文完了しました。オーケー、おめでとうございます。じゃあですね、予約をしていたお持ち帰りのお弁当ですね、持って帰っていきたいと思いますので。うちここに色出てますね。ロッカー保管中です。この QR コードで T に、はい、顔のとこ。あ、冷えてる。すごい。冷えてる。冷蔵庫になってる？うん、冷蔵庫になってる。お寿司ゲットー。いただきました。あ、これ持ってった方がいいんじゃない？好きなの。ガーリックと。それなんだかない。あ、醤油じゃない。ありがとうございました。どうでした、受け取ってみて。いや、ね、あのアプリでね、簡単に注文ができて、で時間指定してね、その時間に来ればロッカーに入ってるだけなんで、ね、あのロッカーから取り出して簡単にスッと買って帰れますね。そう、受け取るロッカーはね、冷蔵庫になってたそうです。会社出る前にピピってやって、うん、で東京駅で帰る人はそれピックアップして帰れば、ね、もうそれで終わり。すごい新しいテイクアウトシステムです、はい、今日はスシローのテイクアウト自動無人の、ね、やつを試してみました。本当すごかった、全てがハイテク、はい、ね、ぜひ皆さんもテイクアウトやってみてください、はい、ではでは、じゃあまた来週。